メディアを再生するボルシェビキの国におけるウイスト氏の異常な冒険。ボルシェビキの国におけるウイスト氏の異常な冒険は、1924年、制作、公開、レフ・クレショフ監督によるソビエト連邦の長編劇映画である。反米を明確に表現したソ連の最初の映画である。1922年に成立した新しい国、ソビエト連邦を背景に制作された。 クレショフ工房の第一回作品である。ウェスト氏を演じたポルフィリポ・ドーベドは、クレショフより年長の役者であったが、後に監督作もある。ボリス・バルネットは、3年後に、ミスメンドで、監督としてデビューした。悪役の伯爵を演じたフセボロ・ド・プドフキンは、本作で、脚本も書き、クレショフの実生活では妻であるアレクサンドラ・ホフロアが、伯爵夫人を演じた。いずれも、 映画監督である、レオニード・オボレンスキー、ウラジミール・ホーゲル、ピョートルガラジェフ、ベラ・ロパティーナは、本作で俳優としてデビューした。舞台は、新しい社会主義国、ボリシェビキの国となったソビエト連邦の首都モスクワ。ウェスト氏が、カウボーイのジュディを伴って、同地に到着した。モスクワでは、ギャングやペテン氏が横行しており、中でも、没落貴族、シュバン・ハクシャクは、 立ちが悪かった。アメリカで報道されているような社会主義者たちが次々にウェスト氏が驚くような事件に巻き込む。それを白爵一味が救出するという茶番だ。そんな罠からジュディと警官がウェスト氏を救う。ウェスト氏はやがて社会主義ソビエトの真の姿を知る。ウラジミール・フォーゲル。ありがとうございます。